リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八島です。こんにちは。今日は、下半身の種目やっていきたいと思うんですけど、クロスランジっていうものをやっていきたいと思います。で、下半身の大きな筋肉を鍛えることができるので、全身の代謝アップにつながって女性の脂肪燃焼とかにもなりますので、ダイエット目的の方とか、あとまあ足ちょっと引き締めたいなっていう方にもおすすめです。ではやっていきたいと思います。で、初めてされる方は手を胸の前で組んでやっていただければなと思います。足をまず肩幅ぐらい開いていただきまして、そこから斜め後ろに片足を引いていきます。で、そのままゆっくりしゃがんでいく。で、膝位置に戻す。で、次反対の足、同じことをやっていきます。3といった感じです。この時にお腹をしっかり力を入れておかないと、腰がこうウィーンと反ってしまって痛くなったりするので、腹筋はずっと力を入れたままでやっていきます。で、ここからしゃがんだ時はお尻の筋肉をウィーンと伸ばす感じで縮めます。で、今度逆バージョン、左足のお尻を伸ばして縮めるの繰り返しです。で、これも慣れてきたらダンベルなどを持って同じようにやっていきます。1、2、この足から力を入れたままで3、4といった感じです。これは特に必要なものとかもないので、お家とかでもできるので、ぜひ皆さん挑戦されてみたらいいかなと思います。早速ちょっとやってみたいと思います。という感じで10回から15回ぐらいをかける3セットやっていただければ、綺麗なお尻と引き締まったももを手に入れることができるかなと思います。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。